はい、と皆さん、ごきげんよう、ラバちゃんでございます。ということで、本日もですね、ラバちゃんのユーロトラックシミュレーター、おすすめモッドをご紹介していきたいと思いますよ。はい。ということで、まあ、早速なんですけども、概要欄の方にまたリンク貼っておきますので、踏んでいただけたらなと思います。はい。みんな大好き、ワークショップでございます。あのね、このトレイラーズリアルティックスキンっていうね、このパックを私今ちょっと発見しまして、すごいんですよ。見てみてください、これ。すごくない？このスキン。ね。なんかすげえ、錆びてる。この、やっぱりいいですよね。この垂れ具合というか、このシワの入り具合ね。かなりすごい。で、このモッドなんですけど、9月の12日なんで、今月出たばっかりということになってまして、容量もね、384なんで、かなりこのテクスチャーリアルなんじゃないかなと思います。かなり綺麗だと思いますね。いやー、綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗。で、これちょっと注意点がありまして、今見てたら、このコーガルっていうのは、多分モッドなんですよ。でワークショップとかではない多分モッドだと思うんですよね。でクローネは DLC なんで、でクローネのメガライナーはこれはまたモッドですね。他の DLC ではないやつで、ウィエルトンっていうのはこれ DLC ですね。確か480円ぐらいで出てたやつですね。だからバイ SCS さんと書いてあって、で3つスキン入ってるということになっておりますんで、はい、多分普通にあの DLC で適用されるのはクローネと、ウィエルトンだと思います。こちらね、カーテンマスターってことか、カーテンか、この綴りはね。はい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 、なるほど。カーテンマスターとクローネの、プロフィーね。オッケー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 、ちょっと覚えとこう。ということで、こちらサブスクボタンありますので、こちらの方サブスクしていただけたらなと思います。でワークショップ戻ってきましたら、こちらですね、はい、トレイラーズリアリティックスキンパックということで、こちら入れたら、スキンパックなんで、ですね、カースキンの上の方ですね、車両スキンの上なんで、車両の上のスキンのまたその上ですね。はい、で私トレーラーのモッドは入れてませんので、そのままスキンをここに入れていきたいと思います。でそうしましたら変更確認ですね。はい、でこちらのメイン画面の方来ましたら、トレーラーを購入していきましょう。でまずクローネっすね。クローネのプロフィーなんで、これですね、プロフィーライナー。はい、プロフィーライナー選択して、構成カスタマイズで、スキンなのでペイントっすね。でモッドじゃねえや、モッドなんで上ですね。上にありましたね、2つ。プロフィーライナー2。おお、すげえ。あ、これカーテンじゃないんだね。あ、カーテンか。これバンドついてますもんね。あ、すーげえ。あー、すげえ。しかも、ちゃんとクローネの、あれですね、仕様になってますね。この汚れ具合。あ、すごいね。これすごいね。あー、すげえ。これすごいね。あ、下があれだ、これめっちゃ錆びてるって言ってたやつ。これは超絶年季入ってるね。あ、すげえ。クローネっぽい。すごいね。クローネといえば、このデフォルトのね、この綺麗な、ね、このトレーラーですけど。あ、でもこれも意外に、使用感が若干やっぱ入ってるんですね、スキン。デフォルト、DLC なんで、課金のものなんですけども、あ、これはこれででもすごいね。さすが課金モッド DLC かね。ここら辺の垂れ具合とか綺麗だよね。で、あー、やっぱでもすごいね。これが俺ほんとすげえと思う、このスキン、すげえ。でこれ普通にやっぱね、綺麗なやつだとこんな感じなんですよね。やっぱ違う。なるほど。もう一つの方行ってみますか。で、こっちね、この、なんて読むんでしょう。ウィアルトンっていうのは、7月かなんかに出たんですよね。カーテンマスターなんで、これか。カーテンマスターなんで、カーテンサイドってことですね。はい。昔のあれですね、キャメルみたいな、キャメルホンダのね、このキャメルマークみたいな感じですね。で、これも個性カスタマイズで、スキンで、
上の方にグリートを持ってくと、おーすげえ3つ入ってる。あすげえ、こっちの方が使用感がある、似てるけどクローネに。あすげえ、これもうちょっと綺麗ですね。これは綺麗なやつ、イエロースキン。上後ろがイエローってことか、イエローになってなくねイエローになってないと思いますけど、なんかちょっとあれじゃない、デフォに近いんじゃない、これ適用されてないっぽいな多分。もうちょっとこれ汚れてんもんね多分。あほら適用されてない、まあまあしょうがないね、こういうこともある、ちょっと残念。まあでもこれいいな、これすごいね、リアルティックスキン。まあこれもかっこいいんだけどねさすが DLC みたいな、このさなんて言うんでしょう、このテールかっこいいよね、バンパーテール。これ480円で俺買って全然使ってなかったけど、これはこれでありっすね。何これえ、なこれは誰なんでしょう、何か有名な方なんでしょうかね。カーテンマスター、あーなるほど。トレーラーの型式はね、俺もちょっとあんまり詳しくないんであれですけど、まあ会社のってことですね、カンパニートレーラーってことですよね。はいはいはい、これでじゃあ一応作ってみましょうか。で、いつものようにちょっと選んでいきましょう。何がいいだろうな、あこれかっこいい、すげえ。ホイールもできたら汚れてんのにしたいけど、やっぱクロームにしちゃうんだよねクローム120で、はい、あ違うクロームの120、はい、かっこいいよね。あなんかこうリアリティが出る気がするんだよな。あーいいねいいね、さすが DLC だね。あさあれこれ会社名入ってんじゃんこれね、かっけえ、かっけえあすげえ、でもこれがかっこいいな、ラバー、あーなるほど、これサイドマーカーじゃないけどラバーローラー、ここもつけられる。こうだね、はいはいはい、で、あーいいですね、こうだね、うんやっぱそうだな。なんでここは、あーなるほど、消火器つけときましょうか。あーいいですね、いい感じじゃないこれ、いい感じでしょうね。えよし、で皆さんもこうやってカスタムしましたら、確定して、でこのまま新規購入ねしてですね、で選ぶんですけど、もうどこに置くかっていうのね、まあ本拠地だな、パリに置いて、でですね、ガレージの方に飛ばなければならませんので、はい、でパリに移動してきたので、ここからですね、この状態でトレーラーマネージャーを選んで、で今買ったやつですね、でこれを選んで使用するを押すと、このまま接続できるんですよ。でするとこんな感じで接続された状態になってると、あすげえ、これ白金のスカニア乗ってるから黄色合うね全く狙ってなかったけど、あかっけえ、この使用感もある感じ、なんかめっちゃ仕事してる感あるよねこれ、あすげえ、これはすごいね、あ素晴らしいと思うこれ。ちょっと今度あれですね、クローネのやつも作ってみたいですね、ちゃんと。あのクローネのイベントの時出たんだよね、あのクローネのトレーラーパック DLC ね。で
こちらのスキンに関してはですね、制作者様のコメントで、デフォルトのスキン今作ってるらしいんですよ。デフォのバニラで入ってるトレーラーのスキンね。で、今のところこちらのクローネと、俺が今つけてるこの、ウィエルトンのトレーラー DLC なんで、両方とも買った方、まあ、480円なんで、おすすめです。はい、買った方がいいと思います。トレーラーパックは結構ね使うので、意外に買った方がお得だと思います。セールの時とかにもっと120円ぐらいに確かなってたと思うんで、はい、セール来たら皆さん買ってみてください。使いたい方はね、買ってくださいかなりおすすめ、これ。これ配信でもちょっと使っていこう。かなりリアルだよね、この画角とかさ。ワンチャン実写じゃね、本当にね、ほんとすげえ。はい、ということで本日はですね、こちら、DLC のトレーラーのですね、リアルティックスキン、こちらの方ご紹介いたしました。本当にかなりテクスチャー細かいので、はい、入れて損なしだと思います。はい、ということで、またですね、結構ワークショップ最近ですね活発で、いろんなモッド出てきておりますので、ちょこちょことそちらの方もご紹介していきたいと思いますので、皆さんそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、今回のこちらの動画参考になった方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで皆さん、またですね、ラバちゃんのユーロタクシメーターおすすめモッドの動画でお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。